どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。私がですね、今ですね起きて、1時間ぐらい前にメンテナンスがあったらしいんですね。そのメンテナンスでバーバリアンとドラゴンの生産速度が相当上がったというキャンペーンが行われているようです。こちらですね、バーバリアン速攻、バーバリアンとドラゴン、バーバリアンとドラゴンの群れで敵を攻撃しましょうと。バーバリアンとドラゴンの大群で期間限定で素早さが普段の5倍です。ブーストより長いということで、バーバリアンが4秒でできてしまうんですね。いやこれね、何のためにこれしたのかなと。まあね、そのドラゴンって結構やっぱ1体作るのに30分かかったり、あとまあバーバリアンを4倍ですか。ということで皆さんですね、まあドラッシュ、まあタンホール8の方でしたらドラッシュであるとか、あとはタンホール7、8、9、10ぐらいの方はそのファーミングが、まあ一つの兵舎がバーバリアン作る兵舎がまあブーストしているような状態なので、まあね、もしこういうイベントするんだったらもっとねアーチャーとかで、ね、やってほしいんですけど、まあまあバーバリアンが4倍ということで、皆さんブーストとかあとクラン戦とかも結構楽になるんじゃないかなと思います。まあ基本的にはドラゴンはですね6分でも生産コストが3万6000かかるので、まあそこまでね、その例えばずっとドラゴンラッシュできるみたいな感じじゃないですけれども、6分、多分おそらくこれはタンホール8ユーザーに向けての、まあ、すいませんみたいな意味でしょうね。あの壁でエリクサーが塗れなくなったので、あのね、あのエリクサーたくさん使わせてあげますみたいな感じなので、通常村のタウンホール8、9ぐらいの方は一応タウンホール8からのドラッシュ対策っていうのも通常村の配置ですることが重要なのかなと思ったりもします。ということで、なんかこういう、あ、なんかアップデートじゃないですけど、まあイベントがあったので、皆さんこれに乗ってですね、もうなんかクラッシュオブクラン楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。